パティオダイモン内にある石畳が敷かれた中には、クララ区には北側の交差点から見た外観パティ、オダイモンは、長野県長野市大門町に位置する物販、飲食を中心とした観光商業施設である。パティオダイモンのある大門町は、善光寺の門前に位置し、北国街道からの多くの参拝客で賑わう宿場町であった。そこには神、下駄、 金物問屋などが立ち並ぶ一角もあったが、時代とともに、かつての面影はなくなっていた。平成13年6月、空店舗の一つが売却されるという情報がきっかけで、住民有志の組織である、長野大門会館がこの土地を取得する。この土地の奥や、隣接地には数棟の土蔵や三階建ての廊閣がある。取得した土地を中に渡して、 隣接地まで回遊できるようにすれば、これまで誰も見たことのない空間になると彼らが考えたとき、このパティオダイモン構想が誕生し、その後は空き家屋の活用による商店街の活性化、全工事観光の広む域化を支える新しい魅力拠点の形成を目的にした事業計画がとも構想の認定を受け、中心市街地商店街等リノベーション補助金を活用して、 改修計画がスタートした。平成15年9月に事業主体が大門会館からとも組織に移管され、建設事業が本格化し、平成17年11月にグランドオープンの運びとなる。歴史的資産を活用しながら集計し、中庭を書くとしたテナントミックスによる新しい商業施設群として誕生したこのパティオ大門像落庭である。 オープン初日には1万人が訪れ、1ヶ月あたり約2000人、売上高約215万円と順調な滑り出しを見せた。ありがとうございます。